してテレビ、ラジオの前のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーロー、高梨投手、石川選手です。まずは高梨投手から伺っていきます。8回を2失点、特徴であるフライアウトを多く取りました。今日のピッチングはどのように振り返りますか？本当に野手の皆さんが序盤にたくさん点取ってくれたので、本当に楽な気持ちで投げました。ここのところ金曜日での登板も増えてきました。いわゆるカードアーパーは3連戦の初戦を取っていくこと、ご本人も大事だという話をしていましたが、今日見事取れましたね。そのあたりいかがですか？なんとかチームに勢いつけられるようなピッチングできればなと思ってたので、なんとかできたのかなと思います。そうです。またバッテリーを組む清水選手のタイムリーもありました。そして高梨投手と清水捕手との呼吸というのもだんだんと成熟されてきたんじゃないですか？そのあたりどうでしょう？いや本当に何回も何回もバッテリー組んでるので、本当になんかサインが噛み合ってきてるなっていうのは感じます。はい。マウンドの呼吸でできていると。これで4勝目ということになりまして、1点を失った後に今日は隣にいる西川選手をはじめ野手陣の皆さんが6点を取ってくれました。すごいバッティングでしたね。そうですね、本当に楽に投げれましたし、春樹の200通り僕ここに立てていいのかなっていう感じですね。ファンの皆さんからも高梨投手最高という声飛んでましたよ。そうですね、次も言ってもらえるように、しっかり投げればいいかなと思います。はい。それでは石川投手、その200通りの T シャツも着ておりますが、まずは今日バッティングの方でも2点タイムリーヒットがありました。2回の裏のバッティングはいかがでしたか？ここ最近チャンスで出てなかったので、なんとか打ててよかったです。そして誇らしげにこの200盗塁、200という文字もありますが、プロ通算200盗塁余興を達成しました。ファンの皆さんも200盗塁おめでとうと、そして手書きで書いて、お子さんが書いた応援メッセージボードなどもありました。いかがですか、この札幌ドームで決めたということは？幻の200盗塁があったおかげで、札幌で決めることができたので、本当に嬉しく思います。石川選手は盗塁成功率に常々こだわっています。石川選手が200盗塁の前というのは、元ジャイアンツの鈴木孝弘さんが8割9厘だったんですが、石川選手今日200盗塁を決めた時点で8割6分5厘を超える盗塁成功率となります。常日頃から、アウトにはなりたくないと思っているので、その心がけというか、思っている通りにできていると思うので、これからも、セーフになるために、走りたいと思います。ではここでハッシュタグヒーロー質問に参ります。今日は西川選手お一人に来ております。バッグ皆さん、200通り本当におめでとうございました。西川さん、次の目標は何ですかということですか？どうでしょう？難しいですね。これ盗塁に関してっていいですかね？おそらく文脈を読む限りでは盗塁に関してのことだと思いますが、何かありますか？201だ。今年8年目ということで、8年かけて200盗塁したので、あと残り野球人生で、500盗塁できるように。200盗塁、そしてファンの皆さんが承認ということになりました。やってくれますね？頑張ります。では今日は本当に多くのファンの皆さんが札幌ドームに来てくださいました。ファンの皆さんに向けて、まず西川さんからメッセージをお願いします。この交流戦が、残り1シーズンに、すごく影響してくると思うので、残りの交流戦も、勝って、交流戦を優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。交流戦優勝という力強いメッセージもありました。では高梨さん、こちらに来てファンの皆さんにメッセージをどうぞ。はい、明日からもたくさんの応援よろしくお願いします。はい。
さあそれでは。